3541香川支部の三島誠司です。自分のレッスンスタイルは強気で攻めるところです。仕事終わった後の自分へのご褒美はお酒を飲むことです。楽しみにしています。1週間応援よろしくお願いします。はい、岡山支部の山本裕久です。今節一生懸命走りたいと思います。4278塩越支部藤岡俊介です。自分のレーススタイルはスタートを先行して1コーナー有利に運ぶことです。仕事が終わった後の自分へのご褒美は、お酒を飲むことです。最近買ってよかったものもらって嬉しい、ファンからもらえるものは何でも嬉しいです。趣味はゴルフと釣りです。ラッキーカラーは明るい色が好きかな。はい、今節優勝できるように精一杯頑張ります。4357大阪支部田中和也です。冷静に走るのが強みです。買い物をすることがご褒美です。財布を買いました。オンラインゲームが得意です。オレンジ色です。優勝できるように頑張ります。応援の方よろしくお願いします。登録番号4500番、佐賀支部の山田浩二です。レーススタイルは握って回るとこだと思うんですけど、最近ちょっと調子悪いんで分かりません。仕事が終わった後の自分へのご褒美やリフレッシュは、温泉に行くことが多いと思います。最近買ってよかったものは時計です。今年一番のニュースはあんまりないですかね。はい、趣味はキャンプをやってます。好きな色は青です。今節は徳山大好きなんで、しっかり、最終日最終レースまで全力で頑張りたいと思います。応援の方よろしくお願いします。4812徳島支部西野由紀です。自分のレーススタイルは、スタートしっかりとダッシュ乗せていって、そこからしっかり強気にレースするところだと思います。仕事が終わった後のはゴルフをしたり、整体に行って体のコンディションを整えたり、そうですね、食事を家族と楽しんだりしてます。最近買ってよかったものは何ですかね、キャンプ道具ですかね。はい、今年一番の自分のニュースは、そうですね、ゴルフで自己ベストが出たっていうところですかね。趣味はサーフィンとキャンプとゴルフと、読書も最近は好きなんですけど、幅広く楽しんでます。好きな色は青色だと思います。今節はしっかり優勝目指して一層一層頑張りますので、応援よろしくお願いします。